まあそうですね、このグッドマン相手が不足だとこう言われましても、まあ WBO、IBF のランキング1位になっている選手なので、まあこのベルトを守っていく中では必ず避けれない相手の一人なのではないかなと思います。はい。まあ、モチベーションに関しては、もちろんグッドマンも侮れない相手ではありますし、何より、前線の自分を超えるという、そこを自分はモチベーションとして前回のドヘニー戦もそうでしたけども、そういう気持ちでやっているので、モチベーションの方は問題ないかなと思います。一つこのグッドマン戦で このキーポイントを挙げるとするならばスピード、自分はそこを意識しているので、前回ほど体重を戻すことはなく、スピードを意識したボクシングをやりたいなと思っています。It's perfect. So I've been back punching, back sparring. So there's no hiccups with the hand. The hands are all good and they're going to be ready to go. So I'm back in full training, full swing of things. And yeah, like I said, I'll be ready by December 24th. We're good to go. はい、怪我の調子ですけれども、もう手の調子が戻っていたというところから練習も再開していて、今はフルスイングで練習もしていますので、12月の試合までには完璧な状態で、状態を整えて試合に臨めます。I'm still confident. I wouldn't be taking this fight if I wasn't confident of winning this fight. So, look, I'm in this sport to be a world champion. That's why I'm doing this. So, look, to win all the belts, I'm not coming to Tokyo to lose. So, I know they're already looking past me. They've got fights planned ahead already. So, look, I know that's what they're thinking about. They're thinking about next year already. I'm not looking past this fight. I'm all eyes on this fight and to bring those belts back home to Australia.はい、もちろん自信がなければこの試合は受けませんので、そういった YouTube のインタビューなどで言ったコメントに関しては全て本当ですけれども、2025年に向けて井上尚弥選手がスケジュールも含めてもう考えているということは、自分に勝つ自信があるということだとは思うんですけれども、自分自身もそんな予定は関係なく、相手のことはどうでもよく、自分自身がそのベルトを持ってオーストラリアに帰るという意気込みでいます。He got the job done against Doheny. He done what he needed to do and he got him out of there. So fair play to him. But I don't think it was his best performance, no. But look, I'm not concerned about what he done against TJ or any other opponent. I'm a totally different fighter and it's going to be a different fight when I fight him.そうですね、勝てるだけのことをやったということは分かりましたけれども、他の試合と比べてベストパフォーマンスではなかったなという思いを込めて、シャープではなかったというようなコメントをしましたけれども、この試合に向けては TJ ドヘニー戦、そして他の試合とも関係なく全く新しい井上尚弥で挑んでくると思うので、そういったところ過去の試合に関しては考慮に入れていません。じゃあまずは尚弥選手から。はい、そうですね、東京ドームでの試合が終わって意識をしていたと言っても、まだその試合数を見ているわけではないので、ここから2ヶ月しっかりと映像を見て、研究していきたいなと思っているので、その点において今、話せることは少ないのかなと思います。同じ質問をグッドマン選手にお願いします。No secret, he's a powerful and he's a fast fighter. So, look, he's very smart as well, but I think it'll be a tactical fight as well. So, look, I've got to be across all areas and be the best version of myself. もちろんパワーもスピードもあり、そして賢く戦略的に戦えるファイターだと思います。彼と対戦するためにも自分自身を最新のバージョンに押し上げて戦っていくべきだと思っています。もちろん少なからずその敗戦において影響はありますけど、次の試合に影響があるかといえば別にそこはないかなと思います。なければ以上とさせていただきます。よろしいでしょうか。はい、ではここで質問で、いいですか。どうぞ直樹さん。はい、ちょっとグッドマンとつながってるんで、はい、ちょっと一言だけ言いたいんですけど、どうぞ。ちょっとドヘニー戦が冴えないという言葉をもらいまして、それはドヘニーが使用試合に徹したから冴えない試合になってしまったということで、グッドマンにはぜひ熱い試合を、
してもらいたいなと、その意気込みで日本に来てもらいたいなと思うので、よろしくお願いします。グッドマンさんからもぜひ See you in Tokyo。 うん、東京で会いましょう。はい、ありがとうございます。では質問はお時間以上とさせていただきたいと思います。